簡単ですよ。ね、簡単そうだね。皿洗うのがめんどくせえんだよな、マジ遊ぶ料ぞ理。の生配信見てるので、実質ゲームやってるようなもん。それ奥さんの目の前で言えます？ おい、もうふざけんなよ。あ、もういいよ、お前マジ。俺無限にはサッカーな、おめえ。いいのか？聞いた。いいのか？また美味しい思いして。あー、サロ。マジラッキー。あ、サロレンじゃん。やったぜ。ありがとう、ニキータ。ありがとね。いやー、マジか。そんなあさらしてくれんのか。ありがてえ。太鼓叩いてない？すごい。痛そう。ちゃんどころか俺が抜かれそうだわ。バカ離れたろ。わかんねえ。なんかアイディだけどな。へ、マジ 25m が預金すぎる。マジでふざけてる。ガチ125ってよ。そこでさ、おにゃんこ大戦争してんだったらさ、また向こう少ないのかな。アサムって何人だっけ。10人ぐらいいんのかな。何やってんな。なんか落としたくね。ここはまずいよ。125ないよ。25もないよ、むしろ。そこちょっとまずいんだよね。待っててほしい。あ、死んだ。ごめんって。ちょっと笑いが込み上げてきてやばかったよね。もうまたここでやってもさ、もう最悪だなマジで。いないじゃんね。でもこれいないんじゃない。あ、いるわ。3人いたんか。もう絶対ないやん、これ。しばきすぎたわ。マジ、どっか行っちゃった。どんだけいんねん。こっち側だったら美味しかったのにね。噛み合いよ。敵はやれるけどって感じだね。ダメだ、帰った方がいい。どう考えてもいない。俺がやってるのだけで3人でしょ。
来てない、外国人に来てない。ああそうなのマジかよあー本当だ俺でも読める英語してるデストロイヤードって、え、デストロイドって何、壊したとか破壊したとかそういう意味じゃないの打ち壊されたみたいな言ってもあ、こ、破壊だよね、デストロイヤードってそういう表現するんだな。 GG ナイスファイト。よくすぐあれだな、俺の配信来るな名前検索すんのかな、レベル高いもんな俺。被害者の会外国バージョン、はい、こんばんは。こんばんは。はい、あ、そうなの、へー、すごいね。なんか外国、よく外国で働こうって思うよな。めっちゃ勇気いるよな。俺外国行けって言われたら絶対無理だな。泣いちゃう。ちいかわみたいになっちゃう顔。怖くない？普通に。誰も知り合いなくてさ。無理なんだけど。大人なんだな。絶対無理だわ。ガチリアルチーカワになっちゃう。煽り抜きで。本当に無理。ごめんなさい。私は4年間日本語を勉強しましたが、それは10年前のことです。もっとうまくコミュニケーションできたらいいのにと思います。いいゲーム、これは Google 翻訳者なので、理にかけ、あ、いや、全然。大丈夫。国によりますので、なんて言ったらいいの？なんつったらいいの？俺の方が英語力ひどいからな、俺。例の言葉しかわかんないから。いや全然大丈夫ですよ。 OKOK、 すごい伝わってるよ、正確に。日本語がすごくうまい。いやでもさ、アメリカから、え、アメリカからさ、アメリカから日本ってさ、わざわざ来るメリットあんのか。だって向こうの方がさ、金とか良くない？金払いっていうかさ、給料的なあれでも。外国の人が日本に来ると給料高えんか。あんまそういうイメージねえんだよな。でもなんか日本人が外国に行った方がいろいろ労働環境とかがいいみたいな聞くけど。私の先生は日本人でした。あなたの言うことは聞きますが、はい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 、するのは難しい。なるほどね、日本の授業があるんだ。へえ、すごいね。日本語教えてくれるのか、日本語だから。へえ、多分俺より日本語が上手いよ、あなたの方が。俺日本人だけど日本語できないマジで、頭が俺悪すぎて、あのね、バカなんだよ、バカ。俺がバカすぎて、日本語ができないんですよ。俺も文字書けない今生きてんのが不思議なぐらい、日常生活に支障が出るぐらい文字が書けない。俺もワンちゃん、俺漢字を、え、どうなんだろうね、わかんねえ、そういうの詳しくねえな、あんま。ワンちゃん俺日本語一から勉強し直すより、俺多分ね英語一から勉強した方がいいまであるどうせまた言語勉強し直すんだったら英語の方が絶対いいと思うそれぐらいスタートがひどい、マジマジでイカれてる。よくね、終わりだよ俺。日本語なんて覚えるの大変だろうな。なんか特殊部隊、その本当の特殊部隊、タルコフとかじゃなくて、でなんか言語、当然あの人たちめっちゃ頭いいじゃん。何カ国語かをなんか習得するらしいんだけど、6カ国っつってたっけな、覚えてねえや。なんかその中になんか日本語があって、日本語めちゃくちゃ難しいって言ってる。やっぱねきついらしいよ。あとなんかなんだっけ、中東系のなんかさ、あんじゃん、絵文字っていうかなんかさ、ぐちゃぐちゃぐちゃって書いてあるやつ、なんかあれも難しいって言ってたし、日本語もやっぱ難しいんだって。なんかひらがな、カタカナ、漢字あるじゃん、もう あれがファックらしいよ。まあマジで難しいっつってた。それでなんて読むんだろう、名前がわかんねえ。クレイション、なんて読むんだろう、何さんだろう。それで日本語を選択したんだ。
スペイン語か。俺、ドイツ語かっこいいよな。英語もかっこいいけど、ドイツ語めっちゃかっこいいよね。別ゲーの頃の知り合いがさ、ドイツ語を勉強しようとしてるやつがいてさ、で、ドイツ語、あと数年経ったら、ドイツの方行って、ドイツ語勉強するとか言ってさ、ドイツって言ったっけな、わかんねえや。多分ドイツ語だったはず。まあ、いや、そんなドイツ好きなのみたいな。で、まあ、話半分に聞いてたんだけど、そいつ1年か2年後に本当に行っててさ、向こうに。半年とか1年とか行ってて、そう、しばらくゲームできないのに。何、俺撃った？まあ、ちょ、話してからやめて。いや、難しいだろうな。つながり、確かにね、つながりないもんね。あ、撃たれてるわ、俺。いや、何、ちょっと待って、フィアちゃんみたいな人いたけど、ちょっと待って。そんな振ろうとする？見えないんでやめてもらっていいですか？帰るよ。じゃあね。125m ないし。もういいって。俺こっち見ようねえんだよ。ごめん、ちょっと待ってね。チャット後で見るよ。危険地帯を走ってる今。クレイトンか。クレイトンか。オッケー。クレイトンね。すごい、なんかクレイトスみたい。ゴッドオブウォーっていうゲームにクレイトスっていう主人公がいるんでね。クソどうでもいいけど。クレイって呼ぶわ。いや、で全然ね、伝わってるよ。すごい綺麗な日本語になってるよ。ごめんね、俺が英語みじんも喋れないから日本語を強いてしまう。テキサス？テキサスってアメリカだよね。どんだけバカなんだよ。テキサスってアメリカだよね。やばいね。かっこいいよね。テキサスとか言って。俺東京、東京。東京です、私は。東京。英語喋れないのに、東京の発音だけちょっと頑張ってみる。明治神宮とか俺でさら行ったことねえわ。あ、そうなんだ。アメリカはね、あそこに言いました。毎回わかんねえ。カルフォルニアだかカリフォルニアだかどっちか忘れた。あそこに行きました。なんか近いって。何、ちょっと待って、後ろになんかそんなやべえのいんのにさ、のんきにそんなとこ寝そべってらんないんだけど。俺行ける？これ許される？ここ寝そべってて。いい？ここ寝そべっててもいい？チーだね。ちょっと俺はこっち仕事があるから。いいにやってて。ちょっとジーナ暴れてて、俺こっち仕事があるからごめんね。あ、カラスかよ、人かと思ったわ。あ、いいね。寿司食べた？寿司美味しいよ。わかんない、口に合うかわかんないな。外国の人の口に合うかわかんないけど、寿司美味しいよ。うわぁ、スカブクセー。連鎖練習。当たっちゃねえかよ。悪いこまま。もっと手前なんかな。存在をバラしただけなんだけど。これ絶対死にます、このレイド。これ絶対死にます。これ絶対死にます。そう、なんかサーモン好きだよね、向こうの人。なんか各国の選手のそのがいろんな外国の人たちの代表のご飯を食べようみたいな会に参加したことがあるんですよ。その時に寿司を食ってる、あれアメリカ人なんかな、アメリカ人とかなんだかの人がいて、一生ね、なんか寿司食べていいみたいな感じで近寄ってきて、サーモンめっちゃ食ってたんだよね。
サーモンめっちゃ食ってる人いて、おお、サーモン好きなんだな、みたいな。ね、あったよね。あれもう3年前だぜ。いや、違うわ、4年前だ。嘘でしょ ?4 年前やばくね?あれ2019年でしょ、確か。違ったっけ?PGC。やばすぎだろ、マジで。そんな昔の話か。また来てーなー、11来てー。くそ面白かったな、マジ。あー、そうだね。そうだね。全然違うよね。そっちで食べるとね、あんまり美味しく感じないよね。わかる、すごい。やっぱ日本のものは日本で食べた方がうまいしね。アメリカのものはアメリカで食った方がうまいしね。え?生の鶏肉なんて食えるっけ?別にクレイジーだね。あー、俺食ったことないよね。いや、俺食ったことない。俺は食ったことないよ。いる。危険。スコープバグって焦った。あのパンパンしてたやつかな。鳥刺しか。食ったことないな。確かにクレイジーだ。え、待って。俺のバッグは?誰か俺のバッグ取った?え、俺そもそもバッグ落としてなかったっけ?ちょっと待って、いつも落としてたはず。マジかよ。OK、ありがとうね。いや、そうだよね。鳥を生で食うのあんま俺も聞いたことねえな。鳥刺しってのがあんのか。ね、やばいよね。食うの好きな人いんのかな。ユッケとかもやばそうだよな、向こうからしたら。何あんじゃん。何ユッケっていうの、馬刺しユッケっていうの、わかんないけど。俺あれ結構好きなんだけど、生で肉を食うっていうのかね、やばいよね。さっきアメリカ人の人にクレイジーだって言われたよ。鳥を生で食うなんてクレイジーだぜって言われた。いや、まあこっちの文化だしいいんじゃないですか別に。まあ確かに向こうからしたらね、やべえんだろうけど、ちょっと一回整理していい。卵かけご飯ってクレイジーなの?マジで?卵かけご飯って割とあれなんかと思った。ダメなんか?え?ボクサーがさ、よくさ、生卵とかさ、こうグイッといってるイメージあるけど、じゃあああいうのもあれなんかな?海外のボクサーからしたらやべえんかな?うわ、生で食ってるやばこいつみたいになってんのかな?なんか魚を生で食うのに抵抗があるのわかんないね。へえ、そうなんだ。卵の殻って、え、そうなの?何?鉄から出てきてるから?っていう話?もう、そうなんだ。わー。ああ、何?木の根っこなんて食わせやがって、みたいな。確かにごぼう見た目やばいよな。マジで、マジで木の根っこだよな。きんぴらごぼうあんま食わないな。まあでも美味しいよね。別にまずくはないな。日本人って感じの飯だよね。いやー、やばいでしょ。納豆はあかんて。日本人でも嫌いな人いるからね。外国人だったら最悪だろうね。まあ納豆はさ、だって俺思うんだよ、納豆ってさ、納豆がうまいんじゃなくてさ、納豆のタレがうまくない？そんなことない？え、何もかけないで食える？俺無理なんだけど絶対。納豆のタレしか味しなくない？もうなんか単品で食ったら臭いだけじゃん。そんなことない。そう。
まあ、つまり、あの食い物は終わりってこと。納豆はきちっす。だいぶきちいちゃん。最初さ、一番最初にさ、納豆とかさ、あとフグとか食ってる人いるじゃん。よくマジでさ、食おうと思ったよね。マジかよ。50個もサブスクくれたんだけど、この人。ありがとう、クレイ。Thank you。Thank you, thank you。やばすぎだろ。カスタムで、カスタムで人ぶち殺したらお金もらえんの？まあ、このゲーム。ありがとう。Thank you。ありがとう、ありがとう。ね、サブイフ、感謝の言葉をお願いします。いただいた人は。ありがとう、クレイ。俺今月も生き延びられんな。はい、こちらこそありがとう。